プログレス M-65 は2008年9月10日に打ち上げられたプログレス補給船。国際宇宙ステーションへの補給活動に使用され、バージョンはプログレス M11 回 615A55、シリアル番号は365、NASA による名称はプログレス30。2008年9月10日19時50分、バイコヌール宇宙基地のサイト1、5からソユーズ。 ユーロケットによって打ち上げられた。M-65 は9月17日18時43分にズベズダのアフトポートにドッキングした。ドッキングはもともと9月12日の21時1分に予定されていたが、ハリケーンアイクがテキサス州に接近した影響でジョンソン宇宙センターが閉鎖されたため当初の予定から5日間延期された。この間のバックアップ管制センターとしては、 テキサス州オースティン近郊のホテルとアラバマ州のマーシャル宇宙飛行センターが用意され、要員が派遣された。ISS からのアンドッキングも STS-125 ミッションとの競合を避けるため10日間前倒しで行われ、11月15日の16時19分にアンドッキングし、その後プラズマプログレス実験を実施した。 12月8日の8時2分から142秒間エンジンを点火させ、軌道を離脱した。太平洋上空で大気圏突入し燃え尽きた。8時49分頃に燃え残った破片が海に着水した。プログレス M-65 は国際宇宙ステーションに推進薬、食料、クルー用の水、酸素、および科学研究用の器具を含めた物資。 計 2588kg を補給した。また新しいオーロン MK 宇宙服も補給した。ありがとうございます。